こんにちは。この動画は数年前に発売されて価格 .com でも売れた家電の魅力を改めて振り返る、あのヒット家電が今もすごいです。今回取り上げるのはバルミューダザトースターです。もうおなじみですね。高級トースターの代名詞的存在で価格 .com でも売れ筋の製品です。これが初代モデルが出たのがなんと2015年だったんですね。もう7年も経つのかっていう。当時はトースターって言えば数千円出せば買えるものっていう認識が一般的だったんで、そこで2万円超えの製品が出てきたっていうのはかなりの衝撃でした。しかしこれが大ヒットしまして、後の高級トースターブームにつながっていきます。正直スペックだけを見ると、庫内の上下にヒーターを1本ずつ搭載する2万焼きのマイコントースターっていう、まあまあシンプルに聞こえる製品なんですよ。でもバルミューダザトースターってスペックとかじゃないんですよね。使い方と焼き上がり、この2つにものすごく付加価値があって、当時こんなトースター他にはないっていうところですごく人気が出ました。具体的にはスチームトースターなので使う時に吸水する必要があるんですけども、パンをセットした後、天面にある吸水口に付属のカップで水を入れるんですね。これがですね、美味しくトーストを焼くための特別な作業をしてる感が演出されてるっていうか、こういった動作まで含めてデザインされてる感じが大きな付加価値です。で、もちろん実際に焼き上がったトーストがちゃんと美味しいのもポイントです。バルミューダ独自のスチームテクノロジーで最高に美味しくなるように焼き上げてくれるってやつですね。特にスチームで焼き上げるメリットが発揮されるメニューがチーズトーストですね。わざわざチーズトーストのモードを設けているぐらいの一押しです。ちなみにバルミューダザトースターは2015年の初代モデル発売から今までに数箇所マイナーチェンジしていて、今回ご用意したのがこちらが現行モデルで、こちらが一世代前のモデルになります。最新モデルの方は窓の形状や足の部分ですね、あと中の網の部分が調整されています。形状が少し変わっても従来と同じように美味しいトーストが焼けるようにちゃんと制御プログラムも調整されています。天面から水を入れてとても美味しいトーストを焼くという基本は今もずっと変わりません。ちなみに最新モデルも価格 .com の口コミユーザーレビューで軒並み高評価です。全体の8割以上が満足度4以上と評価していて、満足度5をつけている人だけでも全体の5割いってますね。すごいですね。やっぱりトーストが美味しく焼けるという書き込みが目立つのと、あとデザインが可愛いっていう声も多いんですよね。というわけで今回はバルミューダザトースターの魅力を振り返ってみました。こちらの製品が気になった方は動画の概要欄に価格 .com での口コミと最安価格がわかる URL を記載していますので、ぜひご覧ください。